を調べてみたらは、追跡スクープ、コロナ禍の野菜泥棒です。深夜の畑に現れたネギ泥棒。何してたんですか今。テレビで取材してたんですけど。知らないよ。今ネギ取りましたよね。取れよ。今ネギ取りましたよね。さらに無人販売所から1円も払わずに椎茸を持ち去った椎茸泥棒。すいません、すいません、料金払いました、すいません。そして今回はあなたもダメとは知らずにやってしまったことがあるかもしれないタケノコ泥棒です。今私有地や自治体が所有する土地から勝手にタケノコを取っていってしまう人が続出。知らなかったでは済まされない、場合によっては逮捕されることもあるタケノコ泥棒の実態を調べてみました。